こんばんは。こんばんは。何にしよう、テロップ。明日はカウントダウン公演にしよう。決まり。こんばんは。こんばんは。ライトもつけて OK。 こんばんは。こんばんは。今日はちょっとゆっくり配信しよう。今日はちょっと30分以上配信するかもしれない。パープルアイ、ギブソンカップ、カブトムシ、ノリン、エース、マッスル、 G2、 チャチャ、オレンジルート、ラスカル、プンポン村、マカ、エースくん、ハート、ありがとうございます。大パパ、アストロミュー、アサギマダ、ムツミ、さあ元気元気。みっちゃん2号、グラスマッサン、ジキ、キョイチ、シノウマ、ポニョ、ケンゴくん、ハート、ありがとうございます。キョウイチ、ミエッチ、ユウちゃん、チーリョウ、ミズティ、44なり、ソシショウ、サンズイマル、マサキ、シーくん、カレーボット、ガンちゃん、キミちゃん、ケロケロ、ウォッカ、中島、シーくん、牛島、田中、一味、ヒルアンド、ルナール、ブヨン、姫、クニ、ワカ、マサキ、マイク、ケシロウ、パン、マーさん、ユユ、アキスキ、タツヤ、ケン、ガニコ、マイクさん、ハート、ありがとうございます。鍋かずち、ユウ、お年を、ありがとうございます。ひとり、ラオリ、ウヨリ、大分地、ジートゥー、イーフルになったっぽ、悲しい、大丈夫？大丈夫？ナタリーから来ました。ナタリー？どこにいたの？2号、ガニコ、トモトモ、ディドッゾ、ミエッチ、アキラくん、ケパパ、ガニコさん、ハト、マイクさん、ダルマ、ありがとうございます。そう、ハッピーさんいます。モッサン、ハラピョン、リクポン、初見です。ありがとうございます。ムテ、コンドサレ、コンドサレ、コジオ、新一、エサク、ポップ村さん、タコ、ありがとうございます。ナタリー、ショールもやってたんだ。サヤとはまだ連絡取ってるよ。そう、今もね、実際そう連絡取り合ってるんですよ。いろんなお話してます。ナタリさん、お話ししたんだ。そう、あの明日は31日ですよ皆さん。でカウントダウン公演が夜にあるので、いつも通りの夜配信はできないんですよ。だから明日はお昼配信します。明日のショールームはお昼が最後ですね。多分そのショールームもバタバタして、多分公演前で緊張して練習もしたいので、だからその前の今日を明日の分込みでいろんなお話をして、配信しようかな。何時頃、明日の何時だろう、まだそれも決めてないけど、でも12時か12時前くらいかな。ね、明日は大晦日、大晦日だね。早いよ。朝、良いお年を。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ダッシュできました。ありがとうございます。ぐっさん、かわいい、ありがとうございます。予約します、明日の配信予定。そう、
お披露目1周年、そうなの、明日はね、お披露目1周年なんですよ皆さん。明日9期生早くないですか、めちゃくちゃ。明日で1周年で、去年の今日は本当にみんなで一生懸命練習してたな。さやちゃんこんばんは、こんばんは、はい。いや単発でさえ出るの、え、嬉しい、一押しにしてね。一周年おめでとう、ありがとうございます。一日早いけど、明日さやに手紙出すために、え、嬉しい、待ってます。お披露目は苦情悪かったですね、よく覚えてますね、なんかそう、お披露目の時のスタンドバイユーとパルはエメラルドの2曲だったんですけど、その2曲ともくじ引きだったんですよ。私は最後から7番目くらいにくじを引いたんですけど、どっちの曲もどっちとも 18番とか19番を引いて、見事に一番後ろの列の端っこっていう、今ステージに立つ青春ガールズ公演の時と同じような立ち位置だったんですよ、最初から。だから悲しいんです。大ぶち、なるこぶち、ハートたくさんありがとうございます。そう、悲しいよね。その旧規制の中で一番私が運悪かったですね、どっちも。どっちも悪い番号だった、悲しい。倒しなの。あれ、どこ行った、こんばんは。そっか、あれ答え、そうだやってる。そう、カイニャンとナタリーがセンターだった。How are you? I'm fine. I'm fine. Thank you. ウォリンスキーさん、いいお年を。ありがとうございます。こんばんは。エビスさん、だるま、ありがとうございます。そう、明日でね、2019年終わっちゃうよ。運を貯めてますね。今貯めてる最中かな、どうなんだろう。どうだろう、貯めててほしいな。ジュキとお話しした、ジュキ生と私まだ会ってないんですよ。本当に会ってないんですよ、端っこにいる率高いから。でもね、来年はね、今よりもいいポジションにも入りたいし、まあ、それよりもまず先にたくさん公演に出てアンダーに出ることが一番の目標なんですけど、そこからまたね、昇格したいっていう目標がね、まあ、それは少しでも早く昇格はしたい、ね。こんばんはね、次期生私もわからないけど、やっぱ一番知ってるのはてんちゃんと、そう、その西美桜ちゃん、あの子ですよね、キューキーのオーディションでいた。知ってる、私は知ってても多分ね、あちらが多分私のこと覚えてなさそう。喋ってないしな、番号がまんま近かったか、てんちゃんは近い、連絡してるし。明日は配信予定？そう、明日は12時くらいに配信する予定です。まあでもね、分かり次第予定に入れるので見ててください。なんか今日はね、薄いメイクをしたくて。そしたら薄すぎちゃ
薄すぎた。アイシャドウ塗ってないんですよ。なんかアイラインも目尻だけだし、ほら見せ方が、そう、なんかやっぱりね、ネットとか見ると可愛い子、美人な子って本当に元がいいからメイクが薄いんですよね、やっぱり。いや私もそうなりたいわと思って一瞬やったけど、やっぱ私には必要でした配信ではまだ分かんないと思うけど、あの握手会とかはちゃんとバッチリするよ、直接だからねこんばんは、こんばんは。あ、みんなお世辞をありがとうございます。明日頑張ろう、さあや頑張る。で、来れない方多いかな、 DMM で見てください、見てください、見てください。あー成人式出た、え、見てほしい。そうだよ、そうだよ、成人式はね見てほしいな。DMM で見ます、ありがとうございますハッピーさんはなんか何やってんだ、何やってんだろう。お人登録絶対私じゃないでしょ大晦日もお仕事、何時に終わるの、名古屋まで行って、嬉しい嬉しい嬉しい、名古屋まで来てくれる。成人式申し込みました、嬉しい。まあでもね、今回本当に SKE での成人式に何出席するメンバーが本当に多いから、どうなんだろうな。あ、あ、そうだ、今日あやにゃ、あなんだっけ、あやカーニバルで紙フレが出ましたよね、確か、確かじゃない、本当だね。そう、ちょびっと動画見たんですよ。そしたらもう西さんが可愛くて可愛くても可愛かったです。プラスキミちゃんがめちゃくちゃ可愛くて早くお姉ちゃんに見せたいですえー、あやカーニバル来たく、え、すごい、いいな、いいな、いいなぁ、すごいね、カミングフレーバーかわいい、いいなぁ、え、いた方いっぱいいるんだ、もうかわいい、成人式の髪型まだ決まってないです、まだ来ました、ありがとうございます。いいなぁ、カミフレ、髪フレさあやはい、そう、あ、さっきナヤンが配信してたのちょびっと見たんですよ。そしたらちょうど髪フレの話してたそうそう、あ、ついちゃった口紅に。そう、カウントダウン公演の時とかのリハ公演で練習してる時にキミちゃんたちも練習しててナヤンがカミフレの曲ちょびっと踊ってるんですよ、それが可愛くて精度で言おうだよ、振り頭に入ってるみたい、ちょっと可愛かった、はいはいフラウスさんだるま、ありがとうございます。コメントはねしないです、たまにするけど、なんか見られてるって分かった瞬間なんか話しづらくなっちゃうんだろうなって最近思ってるんですよ。私もそうだから、なんかあんましないで無言で見てますでもちょうどそのね、配信見た時に私の話とかがあったらコメントするけど、わたわたさんバラ
ありがとうございます。コメント来たら嬉しくない？いや嬉しいけど恥ずかしさが私は勝っちゃうんですよ。あ、待って、そうだそうだ、そう12月イベント終わってから、そうだつけるって言いながらつけられてなかったんだ。え、もう明日でこれは終了。1月はどんなかな。本当だ、4分経った今日で273。ありがとうございます。早いね。早っ。明日で274。へえー、そっかそっか、早いな。どうしよう、なんか1月1日何しようと思って。皆さん何するんですか1月1日。なんかとりあえずなんか服を買いたいんですよ、服。でも1月1日はどこも閉まるし、お姉ちゃんと一緒に行きたかったけどお姉ちゃんお仕事だし一緒に行けないから、うん。実家にはあんま帰んない。あ、帰る帰れるかな。いい、付き合うなら付き合ってほしいな。そう、もうなんかね、いや年末違う、年始のお洋服買いに行くときはもう周りみんな一人で行ってる人いなくないですか。だから誰かと一緒に行きたい。あーでもな、初売りとかだってやっぱ東京だよな。でもな、人が多すぎて、しかも怖いんですよ、ドキドキドキみたいな感じになっちゃうから怖いんですよね。人混みが苦手だから私。K-POP さん、ハト、ありがとうございます。お姉ちゃんとはね行けないんですよ、どこにも。行きたかった。なやん、なやん、もう予定あると思う。さんちゃんと行きたい行きたい。握手会で人混みないだ。あ、そっか、私人混み多い場所行かないからな。例えばどこなんだろう。でもディズニー、ディズニー、ディズニー、ディズニー人多いけど、買い物ね行きたい。なんか最近買い物することがストレス発散でもあるなと思ったんですよ、最近思った、本当に思った。書いてないけど。確かに日産も神奈川なので一緒に神奈川行きたいな、日産と。日産さあ、やはい、水曜が空いてる、そうなの、なんでだろう、なんでだ。ももたん何してるんだろう、大晦日。そんな弱いアピールしてさやがドキドキだったりして、いやなんか、いやそれはないな。一瞬考えたけどないな。ないな。いや、何しよう、なんか小中高の友達と会いたいけど多分その子たちも予定入ってると思うので私からも言えないよ。どう過ごそう大晦日、こんなになんか決まらない悩む感じが本当に珍しい。連絡はしてないです。友達と全然連絡してない、取ってない。
あ、そう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 、そうだ、この間っていうか昨日ですよ、私の高校のお友達が出産したんですよもうそれを見たらもう感動して、もうそんな時期かって思っちゃいましたそう、本当にその生まれたてほやほやの赤ちゃん見たらめちゃくちゃ可愛くて、なんか結構仲良かった子だからこそ余計に可愛く見えて、本当に可愛いおめでとう、ありがとうございます言っておこうそう、本当に可愛かった、会いたい、会いたいな。でも私も高校、いや、うん、小学校から結婚するなら私は二十歳か21歳と思ってたんですよ。余裕で無理ですねでも今早く結婚する人いないからな余裕で違うだからもう何歳で結婚するとか何にも考えません今の楽しいことをしてあ、でも私ハッピーさんがいましたねハッピーさんがいました、ブンバブラさん、尊い、エビスさん、ハート、ありがとうございます。ハッピーさんがいましたよ、皆さんハッピーさん、ハッピーさんもう9年前からですね9年前から一緒でした、ハッピーさんハッピーおいで、ハッピーおいで、ハッピーおいで、ご飯ご飯おいで来ました、私のお相手様来ましたこんばんは、来ました、こんばんは、こんばんは、ちょっとね、お口汚いこんばんは、ハッピーさん、マシチかわいい、ありがとうございます、ハッピーさん、ハッピーさん、今日も一緒に寝てたね、かわいい、そう、え、でもね、鈴はね、前からついてますよ、さや変われ、え、逆じゃなくてえありがとう、ハッピー、ハッピー、嫌がってないよ嫌がってないよお似合い、ありがとうございます今日ちょっと服の色が白ベージュだからハッピーと同じだしな、いい感じ、ハッピーさんはなんかね可愛いんですよかわいい、え、レコータ発表される、私ちょっとやばい、アメトーク映ってるテレビあ、ここだ、ごちゃん、え、これ今もう発表するの、あずまさんだっけ、パプリカかいパプリカあ、そういうこと、子供たちは年齢が時間にで出れないから大人の方が出たってこと、そういうこと、え、じゃあ歌えないじゃん、生で私
あれかと思った、日向坂さんのキュンとかかと思ったんですよ。違った。え、前回去年が乃木坂さんですよね。違うかな。あ、ドレミ、あ、そっちか。え、候補が決まってるのかも。え、でも私このパプリカ歌ってるあの女の子、このツインテールしてる女の子の声が私好きなんですよ。あれ、今歌う、あの子のソロの曲、ソロのところがすごい声綺麗なんですよ。ちょっと音がないから踊れませんねえ、かわいいね今年のヒットっていうくらい。確かに。いや、でも一瞬あれ、キングヌーさん、キングヌーさん、キングヌーさん白日と思ったけど、なかった。あ、もうそろ、もうそろそろ、あ、入ったフフフ、音ないけど。初めて踊ったな楽しそう。私もあれぐらい表情筋使えるといいなえ、そう、白日、そう、白日はいい。いや、でもキングヌーさんの曲は全部いいんですよ、本当に好き。プレイヤー X がもう頭から離れない。もう携帯の音楽プレイヤーで一番最初にキングヌーさん聴くって言ったら、私絶対今プレイヤー X だな。いや、飛行機も傘も好きだけど、カズさん、だるま、ありがとうございますねえ。ヒゲダンさんマイスルヒゲダンディズムさんも好き。宿命、宿命、個人的にサヤが対象。ほんとほんと、どの部門でどの部門アメトーク、アメトークも本当に誰かと一緒に見たい。私誰かと見たい。今一人だからなんか面白くて笑うけど、誰かと一緒に見ないと笑いが2倍3倍にならない一緒に笑いたい、誰かと。動物好き部門、え、嬉しいショールーム部門、え、嬉しい。ニヤニヤ部門、嬉しい。何でも嬉しいえ、さやの会、キングヌーさん、よかった、よかったえ、すごい、運動神経悪い芸人さんかわいい。え、これなんだろう、恋するフォーチュンクッキーのダンスなんだろうそう、共有したいの笑いを。ビスッキーカメさん、だるま、ありがとうございます。あ、さやも出れる、え、多分出れる、出れるよえ、でもさすがにボールキャッチとかあんな風にはならないわ。まあ、顔はひどそうだけど、スローにしたらぷんぷん村さん、よいお年を、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ダンスの先生役、絶対ダメ。私なんか運動は得意じゃないですね。水泳しかできない水泳しかできないえ、でもダンスって本当に基礎が本当に難しいんですよね。そう、アイソレが本当に難しい。
今でも全然できないもんだし、できるようにならなきゃなのに、アイソレーションだっけ、こうやって首動かせたりするやつね、体のウェーブとかも。スキーでもやっててほしい。え、そういうのあったんだ。いやー、うん、ボックスはそりゃできるそりゃできる。結構いろんなね、曲の中にボックスは入ってるよな。そう、私は水泳1級持ってます。1級だけどね。いや、1級でもいい1級なんですよこんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんはえ、なんか悪い一級はないけど、どいい一級、なんか変なこと言っちゃったな私え、なんかでも水泳教室によって級が逆だったりするんですよ。私は12級から下に行くほどいい級なんですよ。そのバタフライができる1級とか、 50m 走何秒以内に泳ぎ切れたから1級が取れたみたいな。そう、そう、うまい方の1級、そうそう、逆の水泳教室もあるんですよ。12級とかの方が一番上だったりするんですよ。バタフライ私できますよ、こんなんですけどでもバタフライは本当に50メートルで十分って感じ。もういい、バタフライは本当に疲れる、両手両足本当に。今やったらどのくらいできるんだろう、わかんない。シロサイって知ってますか？知ってます、動物バタフライはね疲れる、やっぱ一番クロール、いやクロールな、背泳ぎも意外と好きだったな私。さあ 50m 3秒一瞬じゃん怖っ私は 50m めちゃくちゃ遅いですよ本当に遅いから、走りは本当にダメ。やっぱ陸と水中っていうの、ん？ってやっぱ得意不得意あるんですよ。そう、私は水中タイプ。そうなの。エゴさん何？ね、早い、 50m6 点、早っほんとに私走るの遅いからダメ、ほんとにダメ。お姉ちゃんも、あのお姉ちゃんとお母さんは走るの早いんですよ。だけど水泳はあまり得意じゃない、お姉ちゃんは。お母さんはね、いつだ、小学校ぐらいからほんとに走りが速くて、なんかその地元の中で1位とか取ってたんですよ。すごいね、私に絶対無理。走り方は変、そこまで変じゃない、普通。あ、遅いだろうな、そのフォームはって感じの多分まあしょうがない、走りはねなかなかないからいいんだよ、いいのロボットみたいに走らない、モモシンとかでもないから球技誰が速いんだろう、誰だろう、めっちゃ気になる。個人的に中坂速いと思ってる中坂速そう、めちゃくちゃ。ああ、青海さんも速そう。ココナさん、ココナさん速いかな。でも気になるな。いや、姫たんも速そう。
ももたも足長い子速そう、歩幅が違うから私と。めっちゃ速そうだね。本当に私遅いからな。多分なんかの危機があっても私絶対遅いと思う。なんか最近走るとなんか自分体重くないってなんか思ってるんですよ。ダメだね本当に。なんか加入前、本当にちょうど1年前の私の写真見たら足が今より全然細くて、あー筋肉ついて太ったなと思ってちょっと悲しくなりました私。めちゃくちゃ太った足が。1年でこんな変わるんだと思った。本当二十歳はちょっとだいぶお坊さん感出る私の中で。電車に走り込みますか？走り込みません。そう筋肉ついたの、ついたの悲しい。筋肉ってなかなか落ちなくない？落ちるのかな、やめたら。どうなんだろう。どうなんだ、落ちる？あ、そうなんだ。じゃあいいや。あ、でも今が細くなりたいからな。3日黙ってたら落ちる。本当？本当？まあそんな日は絶対ないけどな。知らなかった。でも確かに私ね、約半年くらいかな、あの足怪我して疲労骨折とかした時に全然踊っちゃいけなかったから、踊らなかったら本当にトレーナーさんに筋肉だいぶ落ちたねって言われたんですよ。そう、やっぱそうなん、ね、そう、メディキュットは入ってるよ、入ってるよ、ちゃんと腰まであるメディキュットを入ってます。太ももまでじゃないやつ。今、あ、30分ぐらい配信だ。よし、いい感じ。やっぱいつも通りの感じになっちゃうな。明日の配信絶対1年振り返り配信とかできないから今日したいんですよね。そう、明日は12時くらいお昼に配信します。明後日はどうだろう、またその次決めます。ねえ、もう明日で2019年終わっちゃうんですよ皆さん。私のことをね、気になって見てくださった方、押してくださった方、会いに来てくださった方がね、本当に嬉しい。この1年は本当に本当にね、いろんな経験させてもらってありがとうございます。冬眠 OKB さん、ハートありがとうございます。サーヤに会った、そう、本当にいろんな方に出会えて嬉しかった、こちらこそ。ずっと好きよ本当。振り返り、どうやって振り返ろう。あのもう一個携帯があって写真とかあったら見せられたんだけどな。あ、明日お披露目から1年だから1年前の写真メールで送れる。あのちょっとブサメな私の写真も送ろう。なんかいつだっけな、初めて大きいコンサートに出た時のナイアンとのツーショットが私本当に大好きな写真があるんですよ1枚。でもね、一番初めから私のメールを撮ってくださった方はね、送ったことある写真かもしれないけど送ります。ちょっと明日他の子からももらおう。私携帯会社ってあんまないんですよ。
ねえ、いろんな写真あるよ。楽しみ。楽しみ。いや、ういういしいっていう、いうより、なんかもう、芋。お芋さんだった、私。お芋さんでした。なんか、やっぱ、加入した時と、全然、違いますね、今、顔が。なんか前髪が一番嫌だ今そう、お芋さんだった、本当に嫌なの。でも送っちゃう今とこんなに変わったんだろだよってそう、メイクもね、なんか違うんですよ。なえ、でもオーディションの時の方が私は一番ピークだったんですよ。一番いい方のピーク。オーディションの頃に私は戻りたいんですよ。顔といい、スタイルといい、髪型といい。そう、本当にオーディションの頃の私が今ピークなの。オーディションの頃が一番良かった。そうだから受かった。そう思った、本当に。そうなの。だってナヤンが可愛いって言ってくれてたんですよ。もう、まあね、初期の頃のアーティスト写真はちょっとやばいちょっとやばめえ、でもたまに言ってくれる写真とかね。合格前の配信がういういし、え、そうだよね。どんな配信してたかな、忘れちゃったよ。そう、オーディションの頃がそう絶好調だった。でも配信の頃はダメなの。受かってからのその数日間だけピークいい、良かったんですよちょっと細かいけど、今のメイクが好き。今本当にしてないの全然。いや、したいえ、モバメアプリのメンバーページ。え、昔のなの？悲しい。え、そうだ、なんか私わかんないんだな。私ネットの方でメール取ってるんですよ。で、アプリ版だと何が違うんだ？ん？え、わかんない、わかんないの。今のさやが可愛い、本当に？嘘だ。かなり変わったといえばやっぱポップティーンかな。え、それはそう、本当にあのポップティーンはなんかね、また新たな一面、入り内島さやかが発見できた。あれはチコちゃん、はいそう、え、本当にそう、ポップティーンは本当にこの一年でかかったな、いろんなお仕事の中で。そう、皆さんと一緒につかみ取れたお仕事ですね、あれは本当にすごい、今の方がそうだ、舌出して変わったなんかやだ笑った。開拓っていうのか、そうか、そう、思い出深い、そうなの。あ、ハートだっていや最近、ね、ピースとか配信ではちょっとね、枠内に収めたくないんですよね。なんかちょっとちょっと高評価的な感じさよ知ったのはそのショールーム配信から。え、嬉しい嬉しい嬉しい。毎日アイドルもでかい。そう、え、そうなの。今ね、頑張ってますね、ふうちゃんと一緒に。やった日は同じ。4月1日から。恥ずかしくなったの？恥ずかしい、そう、恥ずかしいの。恥ずかしい。そうなの？恥ずかしいの。やっぱ、前髪薄い方がいいんだね。
無理か。いやできんな。片目はウィンクはできませんね。あでもたまにしてるか、なんかこういう一瞬ならできるんですよ。でも撮影の時にウィンクしてって言われるとできないんですよ。本当にできないの。おでこ出しはダメ。ちょっとね広いんですよ私。そう広いの。野垣さん、野垣さん、野垣さん、そう思うと初コラボで冬ちゃん、確かにやりたいな。いやでもできなさそう。私的にはなんやん。なんでこんな頑固なんだ私は。なんか最近なんか熱くなってきた。恥ずかしいわ、やめよ。耳出しもね私好きじゃないんですよ。なんか今日の配信もこうやってやろうかなと思ったけど、あの自分の骨格が嫌なんですよね。なかった、ナヤン。そうでもね、ナヤンは本当にいいんですよ、いろんな意味で。何してんだろハッピー。なんやなんや、そう一緒に公園に出たいんですけど、いつから私は出てないの？フルで。この間一緒に公園出たのは私はバックダンサーの時だったので、一緒には出れてないんですよね。一緒には出れてない、悲しい。スクショアイコンにしてもいいよ、半目じゃなければ。半目じゃなければ。ナヤがコラボ配信したいみたいよ。誰と？私？え？早く西さんと一緒に、そう西さんとも一緒にやりたいんですよ。西さん。あ、ケーキみんなとか私かと思っちゃった。ちょっと期待が。ごめんなさい。ね、確かにケーキとお前。あ、悪い思い出が、思い出してきちゃうからダメだ。9期生で個人の配信がなかった時は9期生全員で配信してましたね。懐かしいよ、私の罰ゲーム配信ですよ。あれはもう、あれは思い出したくないくらい嫌でした本当に。そう一人パレオやったよ。でもそれで気になってくださった方いたのかな。いたらまあいいけど、懐かしい。さや話さないでしょ、西さんとコラボした。え、話せなさそう、話せなさそう。西さん、西さん、可愛かったな髪触れ。にじゃないよの動画はいつ出るんだろう。え、いつだろう。あれまだ出てないですよね。1月に出るのかな。え、どうなんだろう。そう早くその話をしたくて。あ、まだか、まだか。楽しみ。あ、よ、うん、放送翌週の火曜日、あ、じゃあ1月、明日か、あれ楽しみ。私がどれだけニヤニヤしてるかちょっと自分でも気になるから見ます。なんか似てないよの収録が終わって動画撮った後って、私ずっと笑ってるから、ここの口角筋っていうのかながすごい上がって痛いんですよ。筋肉痛くらい痛いんですよ、なんか笑いすぎて。
あ、本当に笑ってる時の笑いもあれば、あの私ふとした瞬間、真顔の瞬間が本当に楽しくなさそうな顔になっちゃうので、嫌でも笑ってるんですよ。そう、うん、そうだから痛いの痛くなっちゃうの。そう、動画の時は常に意識してる、痛いここが。お菓子はもらって帰ってませんお菓子はもらって帰ってませんふふふ。握手会の後は痛くない、痛くないな、なんでだろう、素の笑顔だからかな。あの動画が素じゃないっていうわけじゃないけど、なんだろう、うん、違う笑顔なのかな、使ってる部分が。わかんないけど、握手会だけは何も痛くない、鼻水が出るくらい握手終わった後風邪疑惑が出る、握手会だとそれ以外は何もないでもそんな悪化する風邪はまだなったことないから大丈夫。そう、本当にね、握手会、私めちゃくちゃ喋るから暑いんですよ。冬、この間最後の握手会も本当に暑くてびっくりしちゃった。扇風機置いてほしいくらい暑かった。山地さん、ハートありがとうございます。はじめましてのいる、そう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 、握手会入った瞬間さえ笑ってた、嘘そこまで見てたんだ、すごい。確かに孫だったら嫌だね握手したい、待ってるねそう、本当に私のね、自分でも思うんですよ、真顔は本当にダメなんです、怖いんです。うん、本当になんか人を寄せつけない顔になってるんですよ。なんかそれはちっちゃい頃から変わらなくて、なんか楽しい、自分の心の中では楽しいのに、なんか顔に出ない、こんなに出ないんだって。真顔はね、多分配信ではね伝わらないと思います。ほら、伝わらないいや、握手会と配信は笑ってるんですよそうなの、切れ長の目、ああそれもある。そう、今のちょっと長一人で外歩いてる時くらい、そうそう、あとは本気で疲れてる時、真顔だねメーテルみたい。え、銀河鉄道39の？え、こういうの自己紹介のシーンで後ろのやつ、え、その時は私めちゃめちゃなんか笑顔意識してるけど、真顔なのかな。みやくん、タコありがとうございますそうなんだ、そうなんだ、え、メーテル、いや似てないけど似てないよ、いきなり真顔だと。考えてる、考え込んでるのかなって思っちゃう。あー、ありそう、それもね、確かに。銀河鉄道39知ってます、名前と主人公くらいなら。お母さんが好きなんですよねいや、緊張してるからではないんですよね、なんか、ハッピー来ない、ハッピー来ない、あ、来た、ハッピーハッピーさん
ピーさん。第2回ハッピーさん。こんばんは、こんばんは。プーン、プーン。これ好きなの私。強制発想。いい顔してるね、ハッピー今日も。何？確かにハートに見える。ハート。幸せな、そう、幸せだよ。なれるよ。顔似てきた、本当に嬉しい。ハッピーよかったね。かわいい、ひげがね、前のめりよ。かわいい、ありがとう。さやがハッピーで、そっち？あ、嬉しくなっちゃった、ハッピー。あー、大丈夫？あー、逃げろ。え、スクールしたら一緒のために目つぶせず。え、私とハッピーが？すごい運命、何もかも一緒。え、かわいい。あ、やばい、もう1時間配信しちゃった。まあ今日は最初から30分以上配信するとは言ったんですけど、まあ、少しだけ2019年の思い出振り返りはしましたね。明日話せるといいと思ったけど、話せないよな、一瞬で終わっちゃいそう。明日久しぶりにね話した。サーチン。この間キユキにもサーチンって呼ばれてびっくりしちゃった。いつ、なんでだろう、なんでサーチンって言われたんだろう。サーチンは内緒ですね。でもこの間友達と連絡取った時にサーチンって呼ばれて一瞬ドキッとしちゃった。呼ばれてなさすぎて、もう1ヶ月を1分で喋れば12分で終わる。確かに1分じゃ収まりきれないな。まあ、怪我した期間は一瞬で終わっちゃうけど。そうだね、明日お話ししよう。え、カメルの奇跡のリズム聞きたい、聞きたい、聞こう。よし、ランキングを見ます。38位、グラス。1位、プンポン村。2位、大文治。3位、宮地。4位、ナナシ。5位、むつみ。6位、マイク。7位、ミズティ。8位、エビスさん。9位、ホワイトさんなの。10位、グッサン。11位、ケイパパ。12位、カゴ。13位、ビスキーカメ。14位、ワタワタ。15位、トモトモ。16位、キミちゃん。17位、小雪。18位、シメ。ごめんなさい。18位、シマちゃん。19位、カズヤッチ。20位、松井ジリオ。よし、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さやちゃん大好き、好き。よし、スクショします。イヤホンの方ごめんなさい。よし、明日の配信はお昼にするんですけど、何時にやるか確定したら予定に入れるので見てください。今年最後ですね、1時間配信は。ありがとうございました。練習します、明日のカウントダウン公演ね、ノーミスで出たいので。
よし、そうそうそう、明日からまた大富豪も始まるので、やるときはメールします。ありがとうございました。今日もトミの皆さんが大好きです。おやすみなさい。バイバーイ。